なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。雲ですが、何か37あがく38雲 VS81 朗読を始めます。雲ですが、何か37あがく。地流が去ってからたっぷり時間を置いて、さらに周りを過剰なほど警戒する。それだけやってもまだ安心できない。できないけど、行動しないことには始まらない。私は拘束したまま放置されていた蜂に向けて装置で糸を伸ばす。うぐ、背中が痛い。けど、糸を出すのは問題なさそう。糸はそろそろと慎重に伸びていって、ようやく蜂につながる。蜂はまだもがいていたけど、こうなったらもう関係ない。また、別の魔物を引き寄せてしまわないうちに、さっさと回収する。引っ張るたびに傷が痛む。痛みはひどいけど、HP はそれ以上減っていないし、大丈夫だと思いたい。ようやく蜂を回収。すぐに毒牙を打ち込んで、息の根を止める。毒を使うような魔物相手にも問題なく毒牙が効くのを考えると、私の毒牙と毒耐性のスキルレベルは、他の魔物に比べて相当高いんじゃないだろうか。まあ、今はそんなことどうでもいい。問題は、この後どうするかだ。正直、このエリアを探索するのは自殺行為だと思う。あの地竜みたいな化け物が、他にもいるかもしれないと考えると、どうあっても私の生き残る目はない。あれはダメだ。今まで危険な橋はいろいろ渡ってきたけど、あれはそんな日じゃない。なんだかんだ言って、私はそれなりに戦えると自負してる。今でこそダンジョンを徘徊して、奇襲なんて戦法を取ってるけど、私の本来のスタイルは巣を作っての籠城戦だ。簡易ホームですら蛇を打倒できたことからわかる通り、私が本気で防衛戦を想定して巣作りすれば、突破できる魔物はそういない。いないはずだった。あれはきっとそれすら突破してくる。しかも、鼻歌混じりの感覚で。それだけの力があれにはある。糸、毒牙、奇襲、スピード。私の持ち味も、あれの前では小細工程度にしかならない。そんな小細工も、圧倒的な力の前に蹴散らされる。その姿が容易に想像できる。あれは、私が雲として生を受けてから、二度目に見るどうあがいても勝ち目のない魔物だった。ちなみに一度目はマイマザー、ファザー、たる巨大雲だ。勝ち目がないのも問題だけど、それ以上に、私よりスピードが速いというのが大問題だ。巣を突破されても、その間に逃げることはできる。多分その時私の腹の中は煮えくり返ってることだろうけど、最終的には命を取って逃げるはずだ。私の逃げ足の速さならそれができる。けど、あれはそんな私の逃げ足を超える。戦っても勝ち目がない。逃げ切ることもできない。本当に、目をつけられたらその時点でどうしようもなくなる。なんて理不尽な存在だろう。あんなのがいると分かってれば、無理を承知で蛇に突貫した方がまだマシだった。しかも、このエリアにいるのがあれだけとは限らない。怖い。今までで一番死が身近にある。自分にもまだ怖いなんて感情があったことに驚きだわ。いろいろはちゃめちゃな体験しても、緊張だったり恐怖だったりを感じなかったから、そういう感情はとっくにどっかに置いてきちゃったんだと思ってた。この状況になってから分かった。今までの危険なんて、所詮その程度、恐怖を感じるまでもないレベルだったんだ。感情が枯れたわけじゃなくて、そう感じる必要がなかったってだけだったんだ。はは、それが分かるのが遅すぎるよ。こんな積んだ状況になる前に気づきたかったわ。それなら、少しは危機意識を持てたかもしれないのに。後悔するのはここまでにしよう。生き残るためにどうすべきか、考えよう。まずは安全の確保。地流には役に立たないだろうけど、この岩場を中心に巣を作る。現状、移動できるほど私の状態は良くない。こうなった以上、出し惜しみ話で、第三のマイホームをここに作る。そして、できれば蜂とかの弱い魔物を引き寄せて仕留めていきたい。レベルアップによる傷の回復を目指して、
この傷が回復しないことにはどうしようもない。今のこの状態だと雑魚の魔物に小突かれただけで死ねる。自然治癒は期待しない方がいい。こうなってくると HP 自動回復のスキルを取っておいた方が良かった。悔やんでも仕方ない。ここは潔く諦めて気持ちを切り替えていかないと。とりあえず当分はこれを目標に拠点を作ろう。正直ここに拠点を作るのは得策とは言えない。拠点を作ればそれだけ目立つし、それを地流クラスの強力な魔物に見つかったらアウトだけど、今の傷ついた私じゃそれしか取れる道がない。あとはもう私の運にかけるしかない。当分はレベルアップを目指す。レベルアップで傷が治った後、この危険エリアからの脱出を考える。八軍団を突破して上に行くか、危険を承知で下を探索するか、どっちにしても地獄を見そう。けどここまでどん底に落ちちゃった今、究極的に言えばもう生きるか死ぬかの二択しかないわけだ。運よく生きるか運悪く死ぬか。今のところ天秤は死ぬ方にぐっと傾いてる。そのまま落ちていくか巻き返すか。巻き返すためにも行動しよう。幸い巣を作るためのスタミナ源はある。蜂は一体だけでもかなり大きいので食料としてはとても助かる。この一体分で得られるスタミナを全部巣作りに回そう。そこから先は私の腕と運次第だ。38クモ VS81。 初日は必要最低限の巣を作って寝た。背中の痛みのせいで熟睡できたとは言い難かったけど、寝ている間に襲撃されることはなかったのでそこはホッとした。襲撃だけじゃなく怪我のせいで死ぬということも考えられたので、無事に目が覚めた時は心から安堵した。 HP を確認すると寝る前と変わらない6だった。回復してないことに落胆すべきなのか、これ以上減ってないことに安堵すべきなのか、微妙なところだ。2日目は巣の拡張に1日を費やした。背中の痛みもあり巣作りは思った以上に難航した。何回も蜂が近くまで来るので、その度に警戒して作業の手を止めてたのもある。今までと違って周りを警戒しながらの作業は神経をすり減らした。合間合間に昨日捕獲した蜂をちょっとずつ食べていき、スタミナが切れないように配慮した。この状況では何か一つでも切らしたら一気に天秤が傾く危険もある。特に私はスタミナの依存度が高い。糸を出すにも普通に行動するにもスタミナがいる。それでなくても少なくとも一戦できるくらいのスタミナは残しておかなきゃならない。それにこの後食料が確保できるかもわからないし、持久戦を覚悟すればスタミナの管理には慎重にならざるを得なかった。そしてこの日判明したことなんだけど、苦痛耐性のレベルが一気に跳ね上がっていた。最後に苦痛耐性のレベルが上がった時は確かまだ2レベルしかなかったはずなのに、巣を作ってる最中に聞こえた天の声カリは、熟練度が一定に達しました、スキル苦痛耐性レベル6が苦痛耐性レベル7になりましたと、間をすっ飛ばしていきなり7レベルになっていた。どういうことかと考えたけど、多分寝てる間にレベルが上がってたんじゃないかと思う。あれだけ寝苦しかったし、苦痛耐性の熟練度の上昇条件が苦痛を感じていることなら、寝ながらでもこなせ練度が溜まってた可能性は高い。思い返してみれば夢うつつに天の声カリが聞こえたような気もする。で、分かったことなんだけど、苦痛耐性てっきり苦痛を和らげてくれるスキルなのかと思っていたらそうじゃなかった。レベルが7に上がったはずなのに一向に痛みが引かないからおかしいとは思ったんだけど、どうやらこのスキル痛いのを我慢して動けるというものらしい。正直微妙。痛いのに変わりはないし、動けるって言ってもやっぱり限度はある。スキル手に入れた時は痛みが引いた気がしたんだけど、本当に気がしただけだったっぽい。その後1日かけて苦痛耐性はレベル8まで上がった。3日目、捕らえた蜂はもう食べきった。巣もそれなりに拡張できたし、本格的に次の段階に移らなきゃならない。すなわちレベルを上げるための狩り。問題はどうやって獲物を捕らえるか。蜂は近くまでやってくるけど、
こっちのことを警戒してるのか、襲いかかっては来ない。無策で襲ってくれればそれこそ私の思うツボだったんだけど、そこまでうまくはいかなかった。とりあえず、チャンスを待ちつつ、蜂の様子を伺う。近くに来た蜂をそれとなく挑発してみたりもしたけど、襲いかかっては来なかった。蜂を観察して分かったことがいくつかある。まずあいつらは基本後、6匹で1つの隊を形成してるらしい。その隊に分かれて、それぞれ行動してる。隊にはリーダーがいる。ハイフィンジゴアット、レベル1、ステータスの鑑定に失敗しました。ハイなフィンジゴアットだそうだ。名前からして上位種、もしかしたら進化した個体なのかもしれない。レベルも大体1だし、その可能性が高い。普通種の蜂も、中には8、9レベルと、進化一歩手前と思われる個体がちらほらいるし、進化したらタイのリーダーになれるんでしょう。体長蜂は平蜂より若干色が濃い。違いといえばそれくらいで、大きさも形も同じ。ステータスは鑑定が成功してないからわかんないけど、上位種だけあって平蜂よりも高いと思う。まあ、それでも私の網を突破できるとは思わない。向こうもそれを理解してるから、こっちに余計なちょっかいをかけてこないんだと思う。そう考えると、あの蜂はかなり賢いのかもしれない。タイは一塊になって縦穴の底の通路に消えていく。しばらくすると獲物を仕留めて、それを持ち帰ってくる。ああやってタイを編成して、効率よく狩りを行っているっぽい。やっぱり頭が良さそうだ。何匹かのはぐれらしき蜂は勝手に行動していたりするけど、それよりも、この底でも蜂が狩れる魔物がいるってことは、かなり重要だ。皆が皆、チリュウみたいな化け物ばっかりじゃないってことだ。それが分かっただけでもかなり心に余裕ができる。それでも、戻ってこないタイがあったりもするので、油断はできない。戻ってこないってことは、つまり、帰り討ちにあったっていうことだ。戻ってきたタイの中にも、仲間の死骸を抱えているのもいたし、危険なエリアであるのは間違いない。私は蜂の様子をじっと観察し続けた。次回は、雲ですか？何か、39、雲 VS82、40、雲 VS83、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。